青汁王子緊急合図された知ってる心が止むよそうだね知ってるよ今日の昼間をツイッターで見て知りましたやっぱなんかね青白おじは一度だけ遊んだことあるんだけどその時もめっちゃ優しくて周りの人とかにもまあ俺がこうやって青白おじさんのことを一回しか会ったことないから喋るのは変だけども青白おじは本当に優しくてなんかもうね 俺はそういうあれと思わなかったなんかいろいろ悩んでる人なんだろうなってだからやっぱり思わなくて本当にけど優しいイメージしか俺は頭にない「早く遊びに来て!」とか言われて初めて的にねそして遊びに行っていろいろ家とかも案内してくれたりして本当にいい人ですよ。いや本当にそうめっっっちゃ気さくなな人だなって思った だってさあんだけ金持っとったりしたらさ「俺調子乗るもん」だけどそういうのないずにさめっちゃ気さくな方でめっちゃだからびっくりしましたねまあそういい人ほどやられる確かにそれはあるのかもしれんなめっちゃ好きですね僕は青次郎おじさんのこと一回しか会ったことないけど一回しかあったいや多分何回か多分どっかで会ってると思うんだよ、ね、多分だけどその家に遊び行ったのは一回かな誹謗中傷のない世界がいいよね